六進法とは、六を底とし、そこを呼びそのべきを基準に数を表す方法である。英語名のセネリーは、ラテン語で、六個一組を意味する、シネリアスにちなむ。整数の表記、編集サイコロの六つの面。丸が六つある面が、十となる。小数も、0.1が六つ集まると、一になる。六進奇数法とは、六を底とする、クライド力数法である。 慣用に従い、通常のアラビア数字は重心数で表記し、六進奇数法の表記は括弧及びカフの6で表す。六進奇数法で表された数を六進数と呼ぶ。通常は、0、1、2、3、4、5の計六個の数字を用い、6を10、7を11、8を12と表記する。すなわち、51イコール10が六進法の基本であり、一桁に、 入れる数が5までなのは6進法であって、5進法ではない。サイコロなど6個で構成されるものによく使われる数え方であり、もし数字が5までしかなかったらを実現した方法が6進法である。数字が5までしかないと、6が10になるので、整数第2位は6の位、整数第3位は6の次乗で、36の位、整数第4位は6の3乗で、216の位になり、 100から1は55で35になる。小数も同じく、右端あるいは小数点で1の桁を表し、小数第1位は6分の1の位、小数第2位は36分の1の位になる。数字の意味する数は、左に1桁動くと6倍になり、右に1桁動くと1、6になる。6という表記において、左の1は6を表し、右の4は4を表し、 合わせて、10を表す。六進法では、五一イコール十、二三イコール十になるので、上記の表の通り、九は十三、十心、進、法十は十四、十心、進、法十二は二十、十心、進、法十八は三十、十心、進、法十五は二十三、十進、法十七は四十三という数え方になる。すなわち、三の倍数は一の位が三か零のどれかになる。 100以降の数も以下のようになる。101から1000まで1001以上整数の指則演算、編集位取りと整数の加減上場図形記号で、四角化すると以下のようになる。もちろん、小数にも展開することが可能である。10進法6進、法12進法6進法以下の表に、6進数で表記した6の累乗数と、それを10進、数、12進、数、 20進数に換算した数値を掲載する。前や億との対比を分かりやすくするため、桁は4つごとに区切る。6進数は、12イコール3、23イコール10になるので、6の累乗数は、p イコール 10p あるいは 2p3p イコール 10p として表現できる。すなわち、1万は2434の数になる。1010 10は6の6乗で100万となり、 2の6乗と3の6乗の積になる。1012も6の62乗であり、6進数で1億、10進数で167万9616と表記される数になる。また、6進数は、数字が6種類なので、桁の増加が早く、36で3桁に達し、216で4桁に達する。その代わり、2と3のべき指数が同じなので、数量や、 序算の、膨れ幅は小さくなる。複数の素因数を持つ他の N 信法では、10進数は100で、12信数は144で、20信数は400で3桁に達する。12の累乗数とでは、6の4乗と12の3乗が3、4の割合になるが、最も接近するのは6の7乗と12の5乗になる。二十の累乗数とでは、 6のべき指数が5の倍数と20のべき指数が3の倍数の時に最も接近する。10の累乗数との関係では10のべき指数が3の倍数と6のべき指数が4の倍数の時にかなり接近する。となる。また、6と10の累乗数が最も接近するのは10の7乗と6の9乗で1000万円イコール5億5420万144。 177,696イコール10億となり、10のべき指数が7の倍数と、6のべき指数が9の倍数の時にも、かなり接近する。このため、無理数の小数部分の換算では、10新小数の7桁を6新小数の9桁に換算する。別の N 新数を6新数に変換する場合には、整数部分はそのまま6新数に変換し、 小数部分は6の累乗数を、各 N 進数に変換した数値をかける。10進数6進、数10数0 6 4 8八0進、数,数1.7320508以上から、1 7 3 2 0 5 0 8点4 2 2 0 4 2 3 2 1となる。12進数6進、数12進、数 84.267A 以上から、 84.267A244.11355 となる。20進数6進数20進数 66D964 以上から、66D964330.401232 となる。16進数6進数16進数 c 九 a 3以上から、 C9A3 イコール533.34531043となる。十進法と六進法は、10が素数2つの積、10から1が6未満の素数かそのべき数という、同じ構造を持っており、2のべき数の扱いは同じになる。しかし、六進法では、5プラス1イコール10、23イコール10となるので、十進法と比べたときに、 3と5の立場が逆転するだけではなく、9イコール32と5の立場も逆転する。つまり、6進法では3とそのべき数が優位に立ち、5とそのべき数は列位に落ちる。さらに、2と3のべき指数が同じなので、2のべき数と3のべき数が、同等の地位になる。3と5が逆転する例、9と5が逆転する例、倍数判定法、編集6進法でも、 重心法と同じように倍数判定ができる。2と3の倍数が一目でわかる上に割り切れない5の倍数の判定も可能になる。重心法では 5N3 と 5N32 が判定可能なのに対して、6心法では 3N や 3N5 が判定可能になる。また、2N と 2N5 の倍数は重心法では 5N 種類になるが、6心法では 3N 種類になる。 個別の倍数判定も以下のようになる。素因数分解を左にで示す。基本的な倍数判定その他の主要な数小数の位取り、編集図録新小数の進み方0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 1, 1 1 1一 2, 2 1 3 1 4 1 5点2 1 2 2 つ、六心小数の進み方で0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.1、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.21、0.22、0.52、0.53、0.54、0.55、1.01 1 0 1 2 0 1 3 0 1 4 0 1 5 0 2 0 2 1 0 2 2 0 5 2 0 5 3 0 5 4 0 5 5 1 0 1六進法では、51イコール10。 2,3イコール10になるので、2と3という基本的な数による演算が非常に容易である。小数でも、6進法では0.1が6つ集まると1になるので、0.1が1、6となり、0.3が1、2となり、0.2が1、3となり、1、3は割り切れる小数になる。0.5は、5、6となり、1、2ではない。小数の取りも、 0.1が6分の1に続いて0.01は36分の10.001は216分の1となる。小数の数値も整数と同様になる。右に規約分数を表記する。をそれぞれ意味する。整数と小数の桁の移動も6を例に挙げるととなる。整数の序算。 編集6進法の整数の除算では、100や1000など桁上がりのべき数も3分割が可能になり、10のべき指数と同じ2のべき数と3のべき数で割り切れることになる。例えば、1000ならば23と33の両方で割り切れ、かつ2と3のべき指数が同じになる。103イコール2010進法の整数の除算では、4分割は100まで待たねばならない上に、 100は3分割も9分割もできない。しかし、6進法の整数の除算では、4分割は36まで待たねばならないが、9分割も36まで待てばいい。100個のまんじゅうが、6進法では、以下のように分けることができる。1003イコール206進法の、1000人は10進法で216人、同じく、200人は10進法で72人になる。 したがって、1000人の1、3で200人、1000人の1、23で43人、1000人の1、33で12人といった計算が可能になる。したがって、単位分数以外でも2のべき数や3のべき数を分母にして、1000人の33で212人、1000人の5、23で343人といった計算も可能になる。 一万三イコール二千もし通貨を六進法にすると一万円は1進法の千二百九十六円になり二千円は1進法の四百三十二円になり一万円三イコール二千円一万円を三人で分けて一人二千円といった三分割が可能になる通貨の列も百円硬貨は1進法三十六円硬貨千円硬貨は1進法 216円硬貨、1万円札は重心、法、1296円札、10万円札は重心、法、7776円札となり、どれも3分割、4分割、6分割、9分割が可能になる。小数を含めた序算、編集に分割と3分割重心法は1、3が割り切れない、16進法など、2のべき数、進む法は1、 3も1、5も割り切れないのに対して、6進法では10のべき数も2のべき数も3、分割することができる。10進法では1、3メートルが割り切れずに、103イコール33.3333 33 33センチメートル、1、3メートルイコール333.3333 33 33ミリメートルになってしまうが、6進法では100センチメートルは、 2 4 4トルと表記され、1、3ルは2 4 4三イコール5 3 2トルとなる。4分割と9分割10進法で100分率を作ると100分率だが、6進法で100分率を作ると36分率になる。36分率になると10進法の1、3の数量で M4 と M9 を 同じ桁数で実行することができる。その他2のべき数や10のべき数の9分割の例は以下の通りになる。8分割と27分割10進数では M33 は割り切れず37の倍数3桁が循環するが6進数では M33 は割り切れて23イコール12イコール8の倍数になる。M23 の小数も 10進数では53イコール325の倍数だが、6進数では33イコール27の倍数になる。したがって、6進数では、23イコール8で割れると、比除数の33イコール27倍の数が現れ、33イコール27で割れると、比除数の23イコール8倍の数が現れる。23,33の小数は、 重0進法では、割り切れずに378イコール296が循環するのに対して、6進法では、割り切れて122 12イコール144が現れ、これを重0進法で換算すると88イコール64になる。10分の3が割り切れない一方で、その外数である27分の8は463分の62として係数され、割り切れる小数になる。 このように、6進法は6分割で1桁下がるので、3分割、9分割、27分割など、3のべき数で分ける方法がかなり便利になる。3,8の小数は、小数点を消すと10進法が375イコール、353に対して、6進法は213イコール333、イコール81が現れる。これらを分数化すると、 10進法が10に対して、6進法は10イコール6になる。割り分輪も、10進法は1000分率だが、6進法は216分率になる。3、8も、10進法の、打率0.375,3割7分5輪に対して、6進法だと、打率0.213,2割1分3輪という、数え方になる。その他、2から3、3から3、 並びに5から2を伴う、除算の例は、以下のようになる。2と3のべき指数が4以上6進法は2と3のべき指数が同じなので、16分割と同じく81分割も容易である。その他、2と3のべき指数が4以上の計算例は、以下のようになる。除数が15の倍数、除数が15の倍数になる。 序算を割り切る条件は、比除数の因数に5が含まれていることが第一となる。小数表、編集分数を6進法の小数に変換すると、2分の1と3分の1が小数第1位、4分の1と9分の1が小数第2位、8分の1と27分の1が小数第3位となる。つまり、2n と 3n がそのまま小数第 n 位になる。 しかし、五分の一だけが割り切れず、循環節が一桁になる。小数第一位小数、第二位小数第三位分母が23従って、1、2にするには0.3をかける、1、3にするには0.2をかける、2、3にするには0.4をかける、3、4にするには0.43をかける、10にするには0.24をかける、10にするには0.343をかける。 10にするには0.144をかけるという方法でも算出できる。通常の方法小数をかける方法単位分数と無理数、編集割り切れない小数の循環節は下線で示す。6は3では割り切れるが5では割り切れないので5で割った際に循環小数になる例が多数現れる。6進法の序算の特筆すべき点として一桁の整数のうち、 単位分数にすると割り切れない数は5だけである。6は2と3で割り切れる最小の数なので、3のる以上数である9や27でも、循環小数にならずに割り切れ、小数化すると割り切れない分数は、かなり少なくなる。また、10進法と6進法に共通する特徴として、割り切れない小数に37イコール101の倍数が現れる。これは、 10の3乗と6の4乗が37イコール101の倍数の次に来るためである。実際に、重心、法999は6心、法4343、6心、法555は重心、法1295である。63までの逆数を見ても、全体的に6心法と重心法は、循環節が短い傾向が見られ、 1進法で3から3の循環節が3桁に対して、6進法の5から2も循環節が5桁である。素因数分解は6進表記。6進名数法とは、6を底とする名数法である。6進名数法は、0から10となる6までを1つの名詞として命名し、7から11までを6プラス1、6プラス2、6プラス5という形式で命名し、 六の倍数は二六、三六、四六、五六という形式で命名する。その次は百となる三十六や千となる二百十六など六のべき数で新しい数詞が付けられる。m 六 p となる数も二百となる七十二は六の事乗の二倍、二倍の三十六、三百となる百八は六の事乗の三倍、四千となる八百六十四は六の三乗の四倍、 4倍の216、5000となる1080は、6の3乗の5倍として命名される。自然言語で6神名数法の数字を持つものは、少ない。ニューギニア島近くのフレデリック・ヘンドリク島のドム語が、6神法の数字を持つと報告されている。ドム語では、メールが6、メールアンズフが12トンドアが18、ニフが36、ニフズフが72を意味しており、 6の倍数では18だけが独立系の数字になっている。この他には、南ニューギニアのオングコルンプ語、パプアニューギニアのヤム語やコムンゾ語がが6進法を使用しており、6の倍数や6のべき数にも個別の数字が付けられている。これらの言語で6が底になった由来として、もう片手は、桁上がりで6の意図する指数が挙げられている。6が底になった由来は2つある。一つは、 前日の、もう片手は6の意図する、指数えである。もう一つは、空間の基本的な方角が6つであることも挙げられる。日本語には、10100という十0進法が主流とされる中で、636という6進法に基づく語彙や、名数が存在している。例として、すべての方角を指して、陸号、六方と呼んだり、すべての景色を指して、36三36法。 すべての方策を指して36策というように空間や方角に関する語彙に6進法が用いられている。河川も6河川や36河川というように6の類上で数えられている。これらの数え方は10進法が10の事情で100に対して6進法は6面の事情で36という発想に基づいている。また24時間ではなく 46時1イコール24といった6神明数法の語彙も用いられている。明治時代の新聞に26神法が存在したが、26とは6の2倍、すなわち10神明数法の12である。6神法は稀に単位形で使われることがある。尺刊法では1件は6尺である。6神指数へ、32で20、つまり32を、 362として数える。小数も0.32で10イコール10を表現できる。拳を0とすれば、0から5までの6種類の数字を片手で表現できるので、6進法は指数へが便利である。6進法の指数へでは、片手を1の位、もう片手を6の位として、565すなわち35まで数える。この方法では、右手で0から5まで数えて、 左手が一すなわち6になったら、桁上がりで右手を拳に戻す。例えば、左手が一と右手が五なら、65すなわち十一、左手が三で右手が二なら、三362すなわち二十、左手が四で右手が三なら、四百六十三すなわち十七を表す。二桁で数えるので、一の位と六の位、一の位と六分の一の位。 6分の1の位と36分の1の位の3種類が計算可能になり1.1以降の小数や仮分数も表現できる。小数は0.01から5.5までをカウントできる。前述の左手が3で右手が2なら32で20の他に3.2で3と1、3、それに0.32で5、9を表現できる。 75%すなわち3,4も3,4イコール10イコール6から、左手が4と右手が3で0.43として表現できる。両手で重心法の指数えは、65すなわち11以降の整数を表現できず、1.1以降の小数も仮分数も表現できず、 十分率しか示せないので二分割と五分割しかできず、三分割も四分割も九分割もできない。しかし、両手で六進法の指数えは、565すなわち35までをカウントできる上に、1.1以降の小数も仮分数も表現できて、二分割も三分割も可能になり、両手に拡大すれば四分割と九分割も可能になる。 乗算や助算では、2の P 乗り、3の P 乗り、6M というように段階に分ける。3の倍数進む方、5の倍数進む方。ありがとうございます。